市議会議員の川口博です。今回もちょっとコロナの続きをさせてもらいたいと思います。大変な中でですね、私は1月2月の頭から3月の頭ぐらいまでなんとか、例えば高校受験とか大学受験もあると思います。高校の場合私立公立一発ですので、なんとかみんなかかるなよと、そして卒業式が3月、そこぐらいまでですね伸ばして、守ってあげないといけないのかなという思いがあります。そういった中で、どうやって、社会中か、大変な影響少ない方もおれば、もうお店とかやっててこんなやってたら生活立っていかないよといった中で、これ残念ながら自殺する方が増えたりとかですね、影響もあるかもしれません。やっぱりしっかりと私たちも国に、しっかりとそこら辺の給付やらないとダメよと、いうことをもう訴えていかないといけない。また、先々では、ワクチンがね期待をしてるんですけれども、例えばオリンピックでもどうなるのかと、もうやれても無観客、1年延期とかありえないし、数年後とかいうのもですね、もうどうするんよと、どうか分かりません。中止になるものか無観客等であるものか分かりませんけれども、またたくさんの人が来ちゃいます。日本の話だけじゃなくて、今度は選手が来るのかと、じゃあどこに安全にいていただけるのか、練習せないか、本当に大丈夫なのかと、どうなるか見通しが立ちません。幸い日本で、たまたま日本でありますけれども、これができるのかどうかも大きな議論になると思います。そういった中で、どうやってあるないは置いといても、今度暮らしの、今までたくさんの税金も使いましたし、借金をたくさん負った会社もあると思います。支援するならばチェーン店もあります。やっぱり規模や収入や、前年度云々とかあると思いますけれども、やっぱりしっかりした支援がないことには、そこで失業したとかですね、倒産した、今からまだまだ増える可能性もあります。しっかりとしたですね、対策を、どちらかというと前向きの、もう与党野党も含めて国地方一緒になって、手分けしてやっていこうと、私どもも痛感しておりますが、しっかり取り組んでいかなければならないと思います。例えば GoTo キャンペーンもありました。大変お得になっちゃったんですね。国もする、そして上乗せして、地方は今度宮城県出したり、これやりすぎじゃないのと思った、時もあります。とか高級旅館は入るけれども、じゃあビジネスホテルや、小さいとこはどうなのと、そこまでは客が来なかったりもします。本当に率でいいのかなと、額がですね高い旅館とか、そういう方たちは自前で行ける方も多いと思います。やっぱり小さいところにも行けるようなことも考えなければならない。あんまり細かくするとなかなか事務作業でお金ばかりかと身がないんですけれども、こういう非常事態ですので、しっかりともギリギリの方たちをどうやったら救えるのか考えていかないと、使い勝手がいいというよりも、そういったところにしっかり届いてるかっていう部分を注目していかなければならない。私どもも訪ねていって話するのもコロナだからちょっと今遠慮してということで、いろいろ現場の声を聞いたりも難しくなっています。できることをしっかり考えながらですね、皆さんと一緒に手洗いうがい、そしてなるだけ密にならない、離れて話すとか、手洗いうがいで人にうつさないようなですね取り組み、一緒になってやっていかざるを得ない。なんとか皆さんでまた、元気が出るようになるように、早くですね、そういった意味では、ワクチンを、早く上手にみんなに回るように頑張っていったり、うつさない努力、手洗いや消毒、マスク、しっかり頑張ってですね、これしかないと思います。また、病院となかなか入れんで自宅待機もあってですね、大変な状況にもなってます。病院の方にも大変ご迷惑かけますが、みんなで、なる方はやむを得ない、しっかりそこをサポートしていく、形も作っていかなければならない。行政でできること限られておりますけれども、しっかり皆さんと頑張っていきたいと思います。